はいどうも、エーテポンゲーです。ドラゴンクエスト8を縛り実況やっていきます。ちょっとね、更新が空いちゃいました。申し訳ございません。風邪をひきました。今現在まだちょっと治りきってなくて、大きく息を吸い込むと、エテの咳が2倍のダメージとなって放たれる状況なので、そういう感じです。ちょっとドラクエ風に言ってみました。はい、やっていきましょう。なんで今日はね、とりあえず、バトルロードだな。まだね、鼻水とね、喉がね、なかなかね、イガイガして、ちょっと、大変ですよ。あと鼻水ね、だいぶマシになったんだけどね。で、前回はレベル上げで終わったので、今回はバトルロードに挑戦しに行きます。で、その後にね、まだ元気がありそうだったら、ドルマゲスまで、今日はやっちゃおうかなと思っております。はい。ねえ、ちょっとだいぶね、もうドラクエ、1週間ぐらいアップできてないんでね、やれる時にやっておきましょう。うん。で、結構暇だったんでね、結構暇してました。うん。普通にガモンとかやっとったしね。はい、では、バトルロードまで行きまーす。はい、バトルロード到着しました。で、バトルロードで、とりあえず B ランクまではクリアしたいという状況ですね。うん。その B ランククリアすることによって、ヤンガスのね、武器が一つ手に入りますので、それを何としても、確保したい。うん。それで、ドルマゲス、挑むと。まあ、けど、レベル上がったから、うん、いけんことはないと思うんだけどね。まあ、あった方がね、なおよしということで。うん。で、せっかくね、大魔神の、大魔神だったっけ？モンスター。あ、こういう感じで見れるんだ。アポロンと、ダンキチ、アポロンをね、うん、仲間にしたしね。よし。では、挑もうか。ランク C ね。まあ、そっか。まずランク C クリアしなきゃいけないんだね。はい。ランク C は確か3戦目までは行けたんだったかな。うん。アポロン抜きメンバーで。まあ、この、超苦戦させられたこの、動く石像がおりゃ、勝てるでしょう。うん。マジ強かったからな、ほんと。何回全滅したか、あれ。おい。まあ、じわじわ行きましょうや。はい、余裕。1点。つえ。ちょっとあんまりね、あんまり声張り上げるとね、ほんと咳がね、むせちゃうんだよね、なんかまだ。だから、ここから数パートはちょっと控えめで行きます。いや、あんま風で引くタイプじゃないんだけどね。ああ、ちょっと電話がかかってきた。ちょっと待って。戻りました。ほい。どんな感じ今。どんな感じですか今。
まあけど全然ダメージ食らってなさそうだったんで問題ないでしょ。うん。いや、ほんと、風ね。うん。ちゃんとね、何?手洗いと、うがいは、もう、ここ、もう、10年、10年というか、高校の頃からは、もうずっと、続けとるから、風邪はひかん、と、思っとったんだけども、やっぱり手洗っても、うがいしても、引くときは引くんですね。うん。はぁ、あ。余裕じゃん。余裕じゃんか。これ B までいけるな。さあ、今回なかなか治りが遅いですね。うん。なかなか長引いてますね。やっぱ風邪って言ってもやっぱ種類が、あるじゃないですか。うん。咳、喉がめっちゃ痛くなるやつとか、喉がめっちゃ痛くなる風邪は本当に最悪、あれは。うん。あれは本当に最悪ね。うん。一番しんどいやつ。で、あと、頭痛くなるとか、頭痛くなるは普通にあるか。うん。鼻噛みすぎて頭痛いしな。あ、熱ね、あと熱。うん。熱は言うほど出なかったわ、ナイトは。うん。今回は。今回もひたすらなんか、呼吸がしづらかったな。大きくね、息を吸い込むとね、本当に、むせる感じになっちゃうからね。うん。今気をつけています。はい。小さく息を吸い込んで、小さく呼吸をしています、今。小さく小刻み、リズミカル。はい、余裕。はい、余裕。これ C ランクはなんか、何がもらえる?槍だったっけ?なんか誰か槍って言ってたような気がする。いや、違うか。あ、槍の素材をもらえるのか。聖者の灰。え?聖者の灰、槍の素材なのか?ん?なんか、ホーリーランスがなんとかっていうのを聞いた覚えがあるんだけども、気のせいか?早いものだ。あの、何も知らなかったレディーがもうランク C のチャンピオンとかな。早いもの。ランク C 予選。10年かかる。全くレディーに凡人の常識は通用しない。今回もわしからレディー、お祝いしたいのだが、正直なところ申してやれることがないのだ。これまでずっとお祝いしてきたしな。うむ。うむ。B を制したら、その時。あ、B クリアすることによってもしかしてあれかな。二つ目のパーティーを、組むことができるみたいな、のかな。まあ、立て続けにやっちゃいましょうか、じゃあ。もうそれぐらいしかないよね、だって。ここをクリアしたい、ほんと。ここ。聖魔山ね、聖魔山。聖魔山だったっけ?聖魔山って技だったっけ?え?記憶が曖昧だな。はい。店オーナー率いる竜軍団。あ、もうやっちゃっても、アポロンやっちゃってくれもん。ボコしてやってくれもん。うん。あー、けど強いな。あ、強いな。二回行動か。団吉には、バイキルトを打ってほしいんだけどな。あ、これ強いわ。
あ、マジで？これは B は無理だな。さすがにアポロン一人じゃ厳しいよ。アポロンだってこれ50ぐらい食らっちゃってるもんな。OKOKOK。サクサクっと倒しちゃって、サクサクっと。もう断吉落ちそうじゃん。まあ、燃え盛る火炎は、相手も竜だから効かねえよ。あ、いや、ダメだ。タフだわ。だいぶタフだわ。いや、マジで？うわ、ワンチャンあるかなって思ったけど、で今のでもうなくなったワンチャン。ワンチャンなくなった今ので。まだ生きてるけど、3人とも。2匹が、2匹もう瀕死じゃん。あ、ダメだ、これ、強えわ。もう見た目が強えわ、もう。ジャジャオーナー率いる怪力こそ我が身の上マッチョルツマッチョルツ。いや、マッチョルズにはハイパーポンゲでは勝てんもん。大魔神目の色が違うのかな。あーあーあーあ、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 無理だな。無理ぽよだな、これ。やっぱ回復薬か。ベホマスライムだよな。けど、ベホマスライム、おらんかったもんな。キラーマシンか。キラーマシンまだだもんな。負けました。残念。はい。ってことなんで、B は制覇できませんでした。捕まえに行くなんか。まあ、レベル上がったし、一回ドルマゲス行くか。レベル上がったしね。ベホマラーもあるしね。なんとか、なると思うんだけども。装備させてね。なんか使えるもんないかな。そのさっきもらった聖者の灰でなんか作れんかな。なんかレシピなかったっけ、聖者の灰。ないね。なんか昔なんか使った記憶あるんだよな。
鉄の槍と聖者の灰と聖者の灰みたいな。何やったっけな、スカイプで誰か教えてくれてたっけな。はい。ってことで、バトルロードがランク B クリアできませんでしたので、ドルマゲス行きましょう。うん。